しかし、モデルに選んだのは。男の子が？男の子？はい。男だよね。はい。男です。ちょっとおかしくない？モデル選び。せめて女の子を選んだ方が良かったんじゃないの？女の子。女の子に変えるっていうのはちょっと難しそうだったんで、あえてちょっと男性モデルを。あえて男性をめぐみに変身させる遠藤。まずはマスクで性転換。ちょっと可愛くなってる。どうですか今。ほら、すっげえ可愛い。なんか、なんだろう。やべ、ウィンクされた。ちょっとやばい。変だわ。なんか行くと俺。めぐみというからにはその特徴は顔だけではない。遠藤のこだわりはめぐみのナイスバディ。マスクと同じ素材で作ったのはふくよかな胸。うわーすげーすげーリアル。作り物のおっぱいなんですよ。ここ今すごいですよ、スタッフの量。男性スタッフが増えてる。もう全然人がいないもんな。マスクと胸に若い女性ならではの肌の色をペイントする。もはやそこに男性の面影はみじんもない。本当だ。そしてメイク、ここでも美しい肌やセクシーな唇が強調される。目元も女性らしく美しく整え、最後にはち切れそうな胸を水着で隠して、もう一人のめぐみが誕生。まあもちろん、まあ、めぐみちゃんっていうのはちょっと置いときまして、はい、普通に女の子ですもん。で、可愛いんですよ。男性モデルをベースに遠藤が作り上げたそっくりタレントは、可愛い顔だけでなく、ふくよかな胸を持つめぐみ。人気絶頂のグラビアアイドルを体全体で表現した。めぐみ本人とのご対面。場所は表参道のレストラン。食事中のめぐみを特殊メイクのめぐみが尋ねる。果たして胸の大きなもう一人の自分に彼女はどんな反応を示すのか。めぐみちゃん。テレビチャンピオン。え？なんだその素の素だな。あのこんだけカメラが来てんのに、うん、あんま普通だよな。そこがいいみたい私。ね、そうだよな。いいとこみたいにね。今回ね、ある作品を作ったんですよ。でそれをどうしてもね、めぐみ見したいの。本当？うん、見てくれる？え、見てもいいけどわざわざ来ることないよねここまで。じゃあどうぞ。ちょっとこの段階怖いけどね。さあ、それじゃあですね、遠藤くん、このマスク、覆面剥がしてください。気持ちいい。気持ちいいって言ったら今気持ちいいって言ったろ。鼻水出た。どうですか、私ですか、もしかして。わかります？なんとなくね。ちょっとこっち来てよ、こっち来てよ。すごい。すごいでしょ。すごい。じゃあ横並んでください。はい。自分がもう一人いるっていうのは初めてな感じだけど、はいはい、あ、多分こんな顔してんだろうなっていう感じ、うん、いや、でかー。いやいや、自分の、自分の。むしろこれ自分のサイズなんだよね。改めて見るとでかい。うわ、でかい。これ水着ガバガバじゃん、ちゃんと。めくんじゃないよ、お前。だって水着ガバガバだもん。ちょっとさ、自分で触ってさ、どうなの？いや、これぐらいあるわ、やっぱ。ある？決勝ラウンド、前半、審査。お願いいたします、投票どうぞ！ 100 人の一般審査員が、最もタレント本人に似ていると思う特殊メイクに、一票を投じる。入れる時にもう一度顔を見てもらっても結構です。相談しないでください。難しいね。果たして誰の特殊メイクが審査員の目にそっくりに映ったのか。
結果はこうなりました。どうぞ。さあ一斉に上がってきました。最初に止まってしまうのは誰でしょうか。さあ花は止まった、めぐみちゃん止まった、ダンディが行く、行く、すごい。はい、止まりました。この段階で1位は二郎ちゃんの63票、ダンディ坂戸です。そして2位は19票の遠藤くんで、めぐみちゃん。そしてこの段階で3番手は18票立岡さんの花は。どなたに入れてましたか。ダンディ。ダンディ、なぜダンディに。雰囲気は似てましたね。ダンディさんです、はい、どの辺が似てました。全体的な雰囲気も似てましたし、元の顔が全然違うので、はい、とても楽しかったです。前半戦こういう結果になりました。前半戦は二郎がダンディでポイントゲッツ。後半戦は今年話題を振りまいた超有名人、超有名人を特殊メイク。